ビバリーヒルズ警察本部外観の撮影に使用されたビバリーヒルズシティホールビバリーヒルズコップは1984年に公開されたアメリカ合衆国のアクションコメディ映画監督はマーティン・ブレスト主演はエディ・マーフィ高級住宅街ビバリーヒルズへ単身で向くことになるデトロイトの刑事アクセル・フォーリーの活躍を描いた作品1982年に 48時間で映画俳優としてデビューしたエディマーフィの映画初主演作であり、エディマーフィプロダクションメンでアソシエートプロデューサーも務めた。本作は3億千6 0 0万ドルを超える興行収入を記録し、第57回アカデミー賞の脚本賞、第42回ゴールデングローブ賞の作品賞、主演男優賞にもノミネートされた。続編として百八十七年に、 ビバリーヒルズコップに1994年にはビバリーヒルズコップ3が公開された。企画当初はシルベスター・スタローンが主演する予定で、スタローンの要請により、脚本のノンコメディカ、名前のコブラへの変更などが行われたが、予算の都合でマーフィと交代することになった。その時の脚本をさらに書き換えたものが、スタローン主演のコブラである。 アクセルの上司であるダグラス・トット警部役には、デトロイト警察の殺人課に勤務する現職の警部だったギルバート・アール・ヒルが起用されている。デトロイトの撮影で警察署に行った時、監督のブレストが独特の物腰に目をつけて出演を頼んだ。その後、ヒルは続編の2と3にも出演した。マスコミ支社では、笑いが全く起きず反応が、 今一つであったため、それを見たマーフィは落胆したが、後の一般死者では大反響で映画も大ヒットとなった。腕はいいが、問題ばかり起こし、上司のトット警部からも見放されたような状態のデトロイト市警察本部に所属する若手刑事アクセルはビバリーヒルズからやってきた幼馴染みのマイキーと再会するが、その夜にマイキーが殺害される。 マイキーの仇討ちを決意したアクセルは犯人を追って単独でビバリーヒルズに乗り込み昔馴染みのジェニーに接触するアクセルはマイキーがジェニーの紹介でガショーメイトランドに雇われていたことを聞き出しメイトランドに会いに行くが一周され駆けつけたビバリーヒルズ警察に逮捕される連行されたアクセルはボゴミル警部補から勝手な行動を起こさないように釘を刺されて釈放されるが 微行のビリーとタガートを振り切り、メートランドの倉庫に潜入する。倉庫から戻ったアクセルは、ビリーとタガートを連れて、ストリップバーに向かい、メートランドが犯罪を行っていることを伝えるが、そこに怪しい二人組の男が現れる。アクセルは、一方の男に近づき、銃を手にした男を取り押さえる。二人組の強盗犯を逮捕したアクセルは、ボゴミルに事情を聞かれ、 ビリーとタガートが強盗を逮捕したと嘘を伝えるが、規則を重視するタガートは正直にアクセルが逮捕したことを報告する。ボゴミルはビリーとタガートを尾行から外し、アクセルに再度警告する。翌日、アクセルは新しい尾行役を振り切り再びメイトランドの前に現れ、マイキーの仇を撃つと宣言する。ビバリーヒルズ警察本部に戻ったアクセルは、 ボゴミルたちにメートランドが麻薬の密輸入を行っていることを伝え、捜査協力を求めるが、令状を取るには証拠が足りないとして断られ、騒ぎを聞きつけたハバード警察本部長から公務執行妨害を不問に付す引き換えとしてデトロイトに帰るように命令される。アクセルは監視役のビリーを説得して仲間に引き入れ、ジェニーを含めた3人でメートランドの倉庫に向かう。 倉庫に到着したアクセルは、ジェニーと共に倉庫に潜入して、証拠品の麻薬を発見するが、メートランドの部下に捕まる。ジェニーは、メートランドに連れ去られ、残されたアクセルは臨地を受けるが、そこに、ビリーが現れた助け出される。二人はタガートに応援を要請して、メートランドの屋敷に向かい、合流したタガートと共に屋敷に突入し、メートランドの部下たちと銃撃戦になる。 通報を受けたボゴミルはパトロール中の警官にメートランド邸に急行するように命令し、自身もメートランド邸に向かう。アクセルはビリーとタガートがメートランドの部下たちを引きつけている暇に屋内に入り、マイキーを殺した男を見つけ出し射殺するが、ジェニーを人質にするメートランドに隙をつかれ撃たれる。メートランドはアクセルにとどめを刺そうとするが、アクセルと 駆けつけたボゴミルによって射殺される。証拠品の麻薬を押収し、生き残ったメートランドの部下たちを逮捕したアクセルたちの前に、ハバードが現れて、説明を求め、ボゴミルはアクセルと麻薬密輸の合同捜査を行い、ビリーとタガートが事件を解決した。事態が事態なので、絶対部外費で捜査したと説明し、事実かどうかを聞かれたタガートもボゴミルの説明に、 同調したため、ハバードは彼らの説明を受け入れる。事件を解決しマイキーのあだを打ったアクセルは、ビリーとタガートに見送られて、ビバリーヒルズを後にする。2020年4月8日発売の、ビバリーヒルズコップデジタルリマスター版3、ムービーベストバリューブルーレイセットに付属のビバリーヒルズコップデジタルリマスター版には、オンデマンド配信版の吹き替えを収録。 吹き替えはすべてテレビ朝日版が使用されている。カナダのポップロック歌手、コリー・ハートは映画関係者からビバリー・ヒルズ・コップのサントラのオファーがあったが、すでに出来上がっていたものであったために、詞も曲もすべて自分で書くと決めていたポリシーに反するために断ったとされる。ありがとうございます。